はい、今回の動画はでセルでに入力しした文章の行末をを揃える方法をご紹介しますでどういったことかというとですね、まあ、セルの中にですねこういった形でこの長文を入力をしてこの文章の中にですね今ね今回もそうですけどこのオンラインビデオみたいな形でですね英単語が入っていったりとかするとですねその行内に収まりきらない単語がある場合にですね次の行に自動的にですねその単語が送られるようになっています。 まあこれはですねその英単語を、ね、読みやすくするためのものではあるんですけども今ねこちらもそうですけどもこの文章の行末がですねこういった形で揃わなくなるのでちょっと文章の見た目的にはねねああんんままりり、ね、美しくありませんなのでこの行末が揃っていないのがちょっと嫌だなといった場合はですねこのセルのですね書式設定を変えることによって行末をねきれいに揃えることができます。 それではね、早速その設定方法ですけども、まあ、まずはね、そちらのセルを選択をした状態でホームタブのね、この配置グループの右下のこのマークのところですねマウスのポイントを持っていくと配置の設定というふうに出ますんでこちらをクリックをしてくださいはい、そうするとこのセルの書式設定のウィンドウが開きますんでこの文字の配置の横位置のところですねこれがね、今ね、これ左詰めインデントというふうになってますけどもこちらの矢印のところをクリックをしてもらって行末を揃えたい場合はこの両端揃えというやつですねこちらを選択をします これで、ね、設定の方は完了なので OK ボタンををククリックをしてください、はい、そうするとこういった形でですねこのオンラインビデオっていうねこちらの英、ね、単語はね次の行に送られた状態のままなんですけども文字の間隔を調整してですねこのね行末をねしっかり揃えた状態で表示することができました。 なのでセルの中にねこういった形で長文を入力をした時にまあ特に英単語があったりとかするとですね行末がねこうバラバラな表示になってしまうことがありますんでそんな場合はねこの両端揃いというのもね使ってみてもらえるといいんじゃないかなと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました。